シクロピロロン系の睡眠障害改善剤であり、非ベンゾジアゼピン系の超、短時間作用型睡眠薬として知られている。ギャバ受容体へ影響することで、ギャバ系の抑制機構を増強する点では、ベンゾジアゼピン系の薬物と似ている。睡眠への影響では改良されている。日本では1989年からアモバンが販売され、後発医薬品も存在する。 内薬効を有する共造異生体を分別した薬剤がエスゾピクロンである。連用により依存症、急激な量の減少により離脱症状を生じることがある。薬規法の習慣性医薬品、麻薬及び抗生診薬取締法の第三種無機性診薬に指定されている。フランス国有の科学、製薬会社、ローヌプーランが創薬した。フランスでは、 1987年に今ベインの商品名で発売された。日本では1989年からアモ版の商品名で発売されている。当時は中外製薬と吉富製薬が定型販売。2015年時点では佐野ィ製造日以降販売。深い眠りを増加させ、レム睡眠に対する影響は少ない。ゾピクロンは ラセミ混合物であり、広角分割して得られた S 体の製剤が S ゾピクロンである。副作用として、薬物依存性、呼吸抑制、一過性全高性健忘、硬活、めまい、ふらつき、時勢が効かなくなどがある。過剰投与長期にわたりいた場合、常時服用していないと離脱症状として、情緒不安定、耳鳴り、幻聴、嘔吐などを起こすことがある。 なお1 0ラム以上を一度に服用すると、筋主管作用により、全身の力が入らなくなる症状や幻覚が現れることがある。他の睡眠薬では報告されていない副作用として、ゾピクロンは、小人までの臨床試験で約8%の被験者に、口の中での苦味が発現している。味覚障害の副作用が特徴である。代謝産物が苦味を生じるため、 錠剤が口の中を通り抜けた後も唾液に分泌されるため、舌の未来で持続的に感じてしまう。日本では2017年3月に重大な副作用の項に、連用により依存症を生じることがあるので、容量と使用期間に注意し慎重に投与し、急激な量の減少によって離脱症状が生じるため、徐々に減量する旨が追加され、 厚生労働省よりこのことの周知徹底のため、関係機関に通達がなされた。医薬品医療機器総合機構からは、必要性を考え万全とした、長期使用を避ける、容量遵守と類似薬の重複の確認、また慎重に少しずつ減量する、胸の医薬品適正使用のお願いが出されている。調査結果には、日本の診療ガイドライン5つ、 日本の学術雑誌発信による用紙が記載されている。ルネスタを除く、ゾピクロン製剤は2016年に、構生新薬指定されたため、フルニトラゼッパムや、エチゾラム同様1ヶ月最大30日分までしか、処方できないよう規制されている。また個人輸入、輸入代行業者を用いての購入や様々な、病院や診療所、クリニックを回り大量に処方してもらうのも、 禁じられている。ありがとうございます。